日本とスイスの国交樹立150周年を記念するコンサート。両国の親交を深めようとスイスの日本大使館が主催し、辻井さんに大役を任せました。この日詰めかけた聴衆はおよそ500人。その誰もが辻井さんの演奏に期待していました。数多くの音楽家が移り住んだスイス、クラシックに造詣の深い人たちです。
次の演奏はリストのラ・カンパネラ、イタリア語で鐘という意味です。鳴り止まぬ拍手が聴衆の心を捉えた証でした。
fantastic. I was blown away, just completely speechless. A very impressive performance, wonderful, incredible, very, very impressive. Es hat mir sehr gefallen. Okay. 日本とスイス、その距離を辻井さんは音楽の力で縮めました。